東京カレンダー、乃木坂のイメージとはまたちょっと違った大人の姿を見せてきたんじゃないかなって思います。白トリックと言われているもので、そうですね、1年前に表紙をカバーを飾らせていただいて、それが本当に私にとってすごい嬉しい出来事で、なんか未だにこうたまにお家とかで本棚から自分のカバーを飾ったこう東京カレンダーさんをこう見返して、あ、なんか嬉しいなって、本当にたまに見返すぐらいすごい自分にとって大きな出来事だったので、今回またこうやってカバーをやらせていただけてすごい嬉しい気持ちです。10代の時からこう憧れの雑誌という感じだったので、なんか私ってすごいこう大人というものに対してすごくこう憧れを持っていて、定義がないじゃないですか。おしゃれなお店に行ったら大人なのか、美味しいワインを飲めたら大人なのかわかんないけど、でもなんか東カレさんを読んでると、なんとなくなんかこんなに子供な自分でも東京のおしゃれな大人になれたような気がして、なんかその素敵な空気感が好きで迷子を読ませていただいてます。もう毎日本当に必死で今も乃木坂46というアイドルグループでアイドルを知らなしながら、まあ、今もこの女優さんのお仕事だったりとかモデルのお仕事もやらせていただいてるんですけど、本当にこう毎日風のように過ぎていくというか、いろんなことをさせていただいてるからこそ、なんか全部にこう全力投球しなきゃっていう気持ちが強すぎて、なんか記憶がないんですよ昨日何してたっけとか思うことがすごい増えて、それが今は楽しくやれてるなって感じがします。切り替えでもどっちもなんか難しいけど、自分自身を出していくのと役を演じるっていうのではまた全然違った楽しさとか大変さがあるので、あんまり使い分けてるというよりかは自然と、あ、なんか別のお仕事をしてるなって感覚でやってます。泳がせて、はい、泳がせるんですね。確かに先ほどのトリコの結果です。白トリコ、王道なんですけど、お寿司と焼肉ですかね。自分はまだまだ子供なので、お寿司と焼肉ってこうあんまり普段からなかなか行けないなっていう感じがあるので、こう頑張った時とかに一人でもちろん予約する時もありますし、最近は乃木坂の後輩のメンバーとかも悩んでるんですとか言われたら、じゃあお寿司と焼肉どっちがいいとか聞いて私がお店連れてってあげたりとか、やっぱなんか美味しいご飯があるとお話も弾みますし、なんか悩みとかもちょっと楽になってくれたらいいなとか思いながらご飯に誘うようになりました。でもすごいかっこいいイメージで、私自身あんまりテレ朝ぐらいしか行かないけど、でもなんかそれこそいろんなビルが建ってたりとか、あとよくこう高速道路とかでお仕事疲れて帰ってきたりとかするときに、港区ら辺だと夜景がやっぱすごい綺麗で、高速道路から見える東京タワーを見るとすごい明日も頑張ろうっていう気持ちになれて、だからきっと港区になってご飯をこう食べてらっしゃる方々は明日も頑張ろうっていう気持ちで来てらっしゃるんだろうなと思って、私もいつかこう自分でお店とか予約できるようになったらかっこいいなって思います。すごく素敵な
ファッションで、普段自分ではあんまりこうジュエリーとかも自分自身ではあのこう購入することはほとんどしたことなくって、なんか私はこうお母さんからこう譲り受けたリングとかそういうものをつけたりすることはあるんですけど、なんかそういうのも特別な日だけにつけることが多いので、なんかその今日もこんなに素敵なアクセサリーとかもつけさせていただいて、すごい特別な気持ちになりましたし、この黒のちょっと透け感のあるワンピースとかも、なんか普段のやっぱ乃木坂のイメージとはまたちょっと違った大人な姿を見せてきたんじゃないかなって思います。